3、2、1、よいしょ。なからに出ません。1回目は特集してたから、神尾のいつか作ろうとは思ってた。そうなんですね。トラさん元気になるといいなと思って作ったらと、なんか見るかどうかわかんないけど、見てくれたら、はい、それでわーってなってくれればいいかなって。本物1回だけ見たことあるんですよ。中学校の時に名古屋に来たんですよ。写真も撮ってるんですよ。でその時に車内を見た記憶があって、で確か虎柄のシートだった記憶があるんですよ。だからシートもちゃんと虎柄で、ただ それが本当かどうかわかんない。他の車が虎柄つけてて虎太郎丸だって思ってたかだけかもしれんけど、記憶が、うん、だけどこっち側が顔かぶっちゃったんで、これは手すりパイプつけて失敗しましたね。ちょっと高いね。パイプつけてから分かりました。実際はパイプの下で頭が切れてるんです。なるほどなるほど。ホイールキャップの時代と、だからこっちはマーカーが黄色いけど、はい、アルミホイールの時代、どっちもつけたかったんですよ。ほんで付け替えしようと思ったんだけど、まあ右と左で変えてもいいだろうと思って、そしたら両方楽しめるじゃないですか。でこれ出来上がって見てたら、バスフェンダーがついてた時代があるんですよ。最終期でベンツグリルがついた頃かな。今度ここにバスフェンダーつけようかなと思って、こっち側だけ。だから古い時のトラタローマルと新しくなってからのトラタローマルが見れると面白いかな。だってプラモデルじゃないとそんなことできないじゃないですか。そうですね、やりたいからやってるんだけど僕復帰ですからね。あ、僕30年やってないですから。みんなが作ってる時はもう車ばっかだったから、ね、1年半ぐらい前だよね。そうですね。あれケンちゃんの車見てからね。あ、そうですね。新原勝利さんの、自分らはなにわ界の80年代の車好きだったから積もっちゃったんですよね、見た時に一緒に並べたいと思ったもんで、それから作り出したよ。足より動くんですよ。あ、本当か。知恵があるから確実に上がってるよね、レベルは。で部品もいい部品入ってるからね。昔と違うもん。センスじゃん。センスが。青島の。あ、入ってるパーツが格段に良くなったよね。じゃあお願いします。ハンドル握ってる方がセイマさんです。兄貴のいぶきさんです。お、すげえ。いぶきさんが今リレーパターンを変えてるとか。あ、なるほど。ただジャージは1着しかなかったって言ってるから、はい、このジャージはインチキです。うん、あるバスの運転手さんを改造したやつ。こっちは立ってる人をいぶきさんの写真を見ながら変えたやつ。本当はここの真ん中に厨房時代の自分を作って中入れようと思ったんですよね。はい。そしたらなんか当時一緒に行った感があるからと思ったけど入らなかったですね。フロントバイザーとシートデッキが船型なんだけど、実際は船型じゃないんですよね。バイザーとシートデッキがとんがりにして、この3段で行くっていうのが計画にあったみたいで、マーカーも2、3、4ってやるって言ってましたね。これはもうバランス悪かったんで3段でやめてるんですけど、サイドバンパーももともと下段のマーカーがないから、それも妄想でつけましたね。今は現物と一緒になりましたけど、まだまだ完成には程遠いですね。妄想で作るからねって言って言ったら、じゃあお前とんがりにするつもりだったってとんがりにしてくれよって、でとんがりにした。ここのマーカーも2段で、ここも2段なんだけど、いずれ2段にしたいって言ってましたね。2台も下も2列したいでって言ってました。実写だとこの扇の窓もないんだけど、はい、今夢千代丸って言ったら僕の中ではこの扇の窓がいいから、それは扇の窓絶対です。これ僕は小学校ぐらいの頃の写真なんで、はい、誰かが撮った写真ですね。なるほど。僕今55歳なんですけど、はい、カメラを買って本当に自分でも本格的に写真撮ろうと思って一番初めに撮った車はこれです。ものすごく思い出がある、思い出がある車なんですね。これ会社の名前なんですけど、はい、ニックはもう聞いたことないですけど、ここに浮世雲って書いてあるんですよ、はい、浮世雲と呼んでますけど勝手に。もうないですね。あ、これは1970年代にまさに今この地の三重県稲部郡っていうところに実在した車ですね。で僕はこの車を見て好きになったんで、この世界が一応完コピーのつもりです。この通りですね。この通りで
シートデッキのこの周りの手すりとか、はい、このシートデッキの上の手すりとかって多分ねボルサリーノ3とかあの辺の影響を受けてこういう飾りになったんですよ。一番初め私の叔父が当時日光障子に写真を撮りにとか通ってたんでアミオンさんにこの絵が出た時に、はい、ここに電話番号書いてあるんですけど、はい、ここにかけて、はい、それでアポ取って買ったのがきっかけ。マジですか。アミオンさんの紙面から始まってます。そうなんですね。撮影してきた写真とか、まあ、ビデオとかを、はい、帰ってくると見せてくれてたわけですよ。3年生ぐらい、はい、その時もらった写真がこの格好だったんで、はい、それをどうしても再現したくて始めたっていうのがきっかけ、はい、三重県のトラックなんで、はい、三重県としてちょっと思い入れがあるの で当時日光丸とか追っかけしてた方がいらっしゃるんでお話できるじゃないですか。そういうのも大きいですね。なるほど、はい、そうちょっとルーツに近いというか時はちょっと思い入れがある。日光丸って飾りの変化がすごかったんで、まあ、行くたびに飾りが変わってたんですけど一番初めに私が見た状態がこれなんで一番の写真から起こしたっていう形ですね。はい、全部大変なことまあ全部大変ですよね。強いて言うなら強いて言うならば手すりのところについてる石マーカー、このマーカーリングはオチキスの芯で囲ったんですね。石型はリング付けだったんで全然わからないと写真見たらでさらに手すりの上についてるんであのマーカーがこう平面につけるマーカーと違って、はい、このパイプの上にさらにマーカーつけてたんで、はい、これはちょっと大変でしたね。そうですね、はい、三重の白塚っていうところの会社の車なんですけど、はい、かっこいい車がありましたね昔は。なるほど。雰囲気を出すのとねやっぱりこのアンドン看板類は写真をみんなに提供してもらってあの時の写真ないとかいう感じで、はいはい、でいろいろ見てこれはね、はい、聞いた話ですよ、はい、軸は荷物を積むと熱を持つんですねタイヤがだから外しちゃうんです。熱が吐けるように今回これを購入する際にもう誰かが一度組み立てたんだけどももう壊れちゃってなんでもうシャーシもキャビンも全部バラバラの状態だったんですよ。多分その売り手の方は部品取りで使えるんであれば誰か買ってくださいっていう多分スタンスで言ったと思うんですけど、はい、僕はそれをちょっと格安で購入させてもらってここまで形に自分でしたっていう形です。当時僕がまあちょっとプラモデルの方で交流のあった方がいたんですけどその方が実際活業者に乗られていて今回こういうキット買ったんだよねっていうのをまあ連絡したらこのベースだったら活業行った方がいいよって言われて作ったこともなかったんで実際じゃあちょっとやってみようかって話になってでまあその方に細かい写真を全部送ってもらって、まあ、形になったっていう。鱗のバンパーをつけたいなって思ってて、はい、かといって結局ヒットだとやっぱりどうしても荒が出ちゃうんで、はいまあ、何かないかなっていうことでいろいろ雑誌の方を見てまして、はい、だからまあ鱗のとこがこう丸くなってるタイプで、はい、リングはなかったんですけど上にステンレスの丸棒をつけてるおしゃれなやつを見てあこれにリング入れたらちょっと面白いんじゃないかなと思ってこれ自作ですなんでこの1枚のプラ板をまあ、角ちょっと曲げてるんですけど、はい、上下にステンレスの丸棒をくっつけてでさらにリングをつけてそれを使ってます。結構だからこれ面倒くさいです作るの。こっちが各水槽に送るポンプの切り替えかな、うん、こっちが多分ブレーカーそれもちょっと僕写真でしか見てないんで当時ちょっと話した内容も忘れちゃってるんですけど、はい、あれは、はい、網戸の補修用のやつを100均で買ってきて、はい、で1ミリの丸棒を接着剤でとりあえず箱型に作ってでそこにサッシの補修用のやつを貼り付けて色塗ったって感じですあ僕運転手運転手さんはい実際にもともと僕静岡出身で、はい、で一番地元に馴染みのある港の名前を入れたいなと思って、はい、娘の名前です。なるほどこれは市販で売られてるシールを縮小して、はいまあ、それにちょっと自分なりにこう色を入れて描いたっていう感じで一番前にオイランド中って
感じで、はい、言葉と絵をまちなんでっていうことですね。なるほど。なんでナンバーの数字も娘の誕生日一応外についてる窓取れるんですけど、はい、中覗けるんですけど、その雰囲気がマジックミラーボーっぽかったんでこのスクリーンを入れましたかけてるんですよ。かけてるんですね、はい、実写ではないですね、はい、自分の思うよりオリジナルですね。でいろいろとこの S 感とか、はい、針金で曲げて作って、でそれを装飾してみたいな。マフラーのこれも全部ブラボーで描いたダブって曲げて、もうオリジナルですね。スチールですね、サビサビに塗ってるんで、はい、はい、曲げてみます。これも揺れるんで手下げなんで、ね、すごい素晴らしい。粗めちょっと入れてます。入れてますよね。ああ素晴らしい。見出しても針金で。はい。クリルもプラ板で作って。クリルもプラ板で。プラバイトのところもシートデッキの上のところとか、はしごも針金なんで。100均とかにも売ってます。そうですね。内装も太い方がアルミなんで、はい、加工がしやすくて。細いのはもうステンレスやないと、輝きが光がないと結構大変でした。気づいてくれるかなって感じの。港町巡礼って文字書いてて、はい、いろいろとパーツ変えたり外したり繰り返していくうちに、なんか屋根が寂しくなったのでアルミテープで作ろうかなと思って、アルミテープで龍を軽くピンク図で下書きして、エアブラシ大体の波の感じを書いて筆で書いてみます。手書きです。この文字アルミテープで、泥除けも全部アルミテープで、え、ひし形に筋入れて半分に折りたたんで、丸のこのちっちゃいこのギザギザを縫い目みたいにつけて転がしたら縫い目に見えるようにそうですね、やってると、はい、これできるやんみたいな感じ。なるほど。